<laughs> あいつもオワコンだろ。いや、俺もうそれを11年聞いてるのね。あいつもオワコンだよっ、つって。もう11年間を言き聞、聞いてるのね。もう信用できないの、俺。それが。11年間言われてんだよ。 今年のオワコンはガチのオワコンだって。お前言ったかんな。お前じゃあ来年モコーが消えてなかったらてめえほんと粘着すっかんな。今年のモコのオワコンはちゃんとしたガチのオワコンな、オワコンなの。オワコンなの。あの質の高いオワコンなの。信憑性のあるオワコンなの。俺は、今もう過去最強にあいつ油乗ってると思うけど。動画の再生数とかもめっちゃあるし、あのハードルが上がってるから、 で、その、それに自分たちのハードルを超えてないから、あいつダメだろ、みたいな言われてるけど、なんか、俺はそうは思えない。大したオワコンじゃない。質の悪いオワコン。オワコンの質は悪い。来年のモコのオワコン方にちょっと、オワコンに期待だね。今年のモコのオワコン加減はなんか全然、質の悪いオワコン。 日照時間とかが多分あんま良くなかった。うん、育っちゃった。いいドウ取れちゃってる、あいつの。だってさ、10年言われてるってことは、あいつ20代全部オワコンだったってことでしょ。すごくない ?20 代全部オワコンで泳ぎ切ったってことでしょ。もう、だってもうな、失うものないじゃん、じゃあもう。 一番人生の絶頂期である20代の10年間、ちょうどあいつオワコンだったってことでしょう強くないなんかね、モコンは、おわなんかモ、ね、コはなんかさ、いるんだよ。な俺の視聴者だけじゃなくて、モコンの視聴者にもいると思うんだけど、こいつだけ、こいつは俺より下であるみたいな、あいつを、なんとか下に見たいいや、俺モコン上げてもないし下げてもない。モコンはモコンだから。 酒でもない酒でもないけど、なんかあいつは絶対にお料理しただみたいな、風に見たがってるやついるんだよな。なんだって、あいつ債ゲーかなんかと取引してるでしょ。イゲームと取引、取引してる個人事業主って結構俺ん中で、ね、プライオリティ高いっていうか、あいつ最近匂わせがひどい。何女のってことあいつ彼女できたのあいつ彼女いんの お前ふざけんじゃねえぞ。お前40まで彼女作んじゃねえぞ。貴様、貴様みてえな、半端もんが。彼女作らずに。<laughs> 家に誰かいる。え、それさ、木工を下に見ようとする幻聴が聞こえてるわけじゃなくて、で多分いないよ。それお前見えてるよ、何か。ね外でな、まず。木工の配信見る前に、外でよ、一回。幻聴が聞こえてるじゃんだって。物音が聞こえるとかさ。 だって俺一時期あったよ。おならぷーってしたら、おい、今女の声がしたぞって。うんって、俺の、キーの高いおならしたら、女の声がしたんだけどって。<laughs> 生放送で、コメント以外と会話してる時がある <laughs>。それあいつが病気だからでしょ。あんなんだってもう病気決まってんじゃん。見えてるんだってあいつも。社会性を失いすぎて、脳みそがツルツルになっちゃって、見えちゃってるだけで。 いねえや、匂わせじゃねえや。そんなバカじゃねえだろ。モ <laughs> コはバッティング上手いんですか俺ね、モコのバッティングで、ね、直したいところがあるんだよ。でもあいつね、言ってもね、直せないのこれ今度みんなが言って。あいつのさ、バッティング見たことあるもうそこさえ直せば様になるのに。じゃ、型はいいと思うんだよ。テイクバックがないんだよ、あいつ。ここから、じゃあ普通さ、まあ村田修一とかも、そうなんだけど、 村田修一ってバットここにあって振り子のようにこうやって振るじゃん。それでタイミング測ったり反動つけたりして打つじゃん。あいつは最初からここにあるバットをそのまま振って出すだけなの。振って。言ってんだよ。ここにあるバットを振って投げ下ろすだけ。いや、な、いや、こう、あのバッティングで多分。 こういう反動つけなきゃ絶対さ、止まなくないボールに負けないでもあいつ、ここにある奴はファって振り下ろすだけだから、まあ、それ直せって、もう、あの、切れ気味の父親みたいな感じで言ってんだけど、はい、はいって言いながら、今度なんか、やっぱ、殴んなきゃわかんないんだろうね。